勝利おめでとうございます。ありがとうございます。攻守において締まった試合展開だったと思います。振り返りの方お願いいたします。まあ前半は結構苦しい時間帯が多かったんですけど、後半風が自分たちの追い風の方になっていい時間帯で点決めることができて、そしてまた1点また2点目がいい時間帯決まることができたので、そのまま勝利に結べたと思います。次は筑紫大高校です。まあ明日ダブルヘッダーで明日あるんですけど、まあ、早く体のケアをして明日に向けていい準備していきたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。